と嫌な感じがするな。もしかしたら今までの音声が全く取れてない可能性があるのでやばいです。というのはマイクのコネクタがなんか入っておりませんでした。ということは前半のやつもどこまで絵が取れてるのかさっぱり今のところ分かっておりません。めっちゃ暑くなってきました。知れない、つなぎつなぎになりそうな気がするので、長良川かなこれがね。え、信号左方向ということで今日はどこ行ったんだっけ、イルカ池のね桜を見に来たんですが、果たして動画が撮れてるか、まずいな。はい、音声撮れてない可能性がありましたのでもう一度雰囲気でね、この桜並木綺麗やね、もう満開です、もう真っ盛りですから、多分ね風が吹くと、今日風ほとんどないので、そんなに散ってはいませんが、風が吹くとねこれ全部飛んじゃいますね。はい、もうね満開満開、キラッキラのところになっております。それではね、お昼ご飯も、カレー食べちゃったのでこのまま帰ります。はい、帰りはね暑いので高速乗って帰りましょう。行きはね多分音声が全く取れてないと思いますが、残念ながら
BGM でごまかしてしまいますね。出かけるときにはちゃんとチェックしないと、全く取れてないっていうのはちょっと情けない。ということで今日はね、イルカ池に桜を見にやってまいりました。満開です。来週には葉桜になってる可能性がありますのでね、お近くの方はお早めに行ってみてはどうでしょうか。あとね、桃太郎神社ね、桃太郎侍かどうかはよく分かりませんでしたけれども、桃太郎、桃から生まれた桃太郎の伝説のお神社が少しお邪魔させていただきました。どうも今日はご視聴ありがとうございました。バイ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 。桜めっちゃ綺麗やで、めっちゃ綺麗やでこれね、めっちゃんこ綺麗。